ンケロのセーラー服ありがとうございます。猫耳と聞いてって、いや、にゃんこまさん猫耳、猫耳つけるのこれに、ありがとうございます。でもね、猫耳はね、こんな感じじゃないですか。心が削られていくんですけど、どうしよう。マトリンクッキーありがとう。右下のこと。ゆみこ姉さんなんか言ってたの？もうどこかへしまい込んでしまった。社会人おめでとうって、岡本さんありがとうございます。でもね、もう3月いっぱいは高校生らしいので、タコありがとうございます。最後の期間にタコありがとうございます。制服配信をしております。え、時差がそう恥ずかしいですよ、ね、広まってやめてください。キヨニー、キヨニーさん、クッキー、削っちゃうよって、ありがとうございます。1万人で、え、1万人、もう猫のコスプレはメンタルが削れるので、もうやりたくないです。ありがとうございます。いつぶり。キヨニーさん、クッキーありがとうございます。タッキュン、タッキュンもうま、ありがとうございます。鳥さんさん、クッキーありがとう。新谷さんもありがとう。工藤さんがいらっしゃ、工藤さんいるんですか。おいでおいでしか、はい、おいで。もうすぐ1万人って、本当だ、本当だ。工藤さん来てくれたんですね。元気なおはようさやかりんです。なんか個人的に私めっちゃさやかりんも好き。リコジのモノマネしてください。スルパンさん、ピャちゃん、クッキークッキーありがとうございます。ちょっと笑っちゃった。ピャちゃん。あ、違った。どんなテンションだっけ。どんなテンションでピャちゃんって言ってくるかな。工藤さん、ピャちゃん、工藤さん、工藤さんいるんですか。工藤さん、こっちから借りようって、どうしているんですか。ちなみに言ったら、あ、そうなんですよ。何コスするか決めようって、ちょっと傷ができちゃって絆創膏貼ってるんですけど、制服ならまだ大丈夫ですけど、許してください。なんならダメかな、うん、あ、まるまるさん、チャイナ服、タコ、チャイナ服、ありがとうございます。うん、もうタコはもうやめてください。もっくんさん、ハート500個ありがとうございます。みたいな感じ。初見です。高尾さんから来ましたって。さあやん、なんで傷絆創膏か。絆創膏はなんかミスった、ミスったから1万人を超えたので、ちょっとじゃあマトリンクッキーありがとう。ごへいさんも可愛い、ありがとう。やすらぽんさんも可愛い、ありがとう。初見さん絵も兼ねてちょっと自己紹介をします。やっぱり研究生の原田さやかです。あ、何しよう。ヤオトンさん、今クッキー、これから皆さんに、あ、間違えた、タコ、タコありがとうございます。笑顔になってもらえるようなアイドルを目指して頑張っているので、よろしければ応援してくださいと嬉しいです。もう右上のハートをピンクにして、もうあれ以来配信に来てくださるととっても嬉しいです。タコはちょっと恐怖症になりかけてるんですよ。フレーズ、はい、あ、工藤さん、工藤さん、工藤さんいる。ここに花を咲かせます。工藤さんいる。一輪二輪、さやかりん、違うな、ありがとうございます。福岡県出身、高校3年生、18歳、さやかりんこと原田さやかです。お願いします。バラ、ありがとうございます。1万人ありがとうございます。スルパンさん、クッキーありがとうございます。嬉しみです。嬉しい。何時間、え、7時から、工藤さん今2時間ぐらいか。工藤さん今2時間私のモノマネしてるんですか。嬉しい、ありがとうございます。工藤さん制服懲りませんね。工藤さんなんかと言っている間にコメントがモノマネしてませんか。時差がどんどん出てきているので、初見さん、 STU48 の原田さやかです。私はあんまり、はじめまして、自己紹介のキャッチフレーズをしていただきたいんですかって、ヨッピーさん、積極的じゃないけど今読んじゃいましたけど、よろしくお願いします。しましたよ、覚えてくださいましたか。あ、萌え袖は、あれブリッコって、萌え袖はブリッコ違うんですよ。萌え袖、あ、ジョージさん、ジョージさん、タコ、萌え告白忘れないでねって、ありがとうございます。萌え告白はしようと思ってるんですけど、多分ね、したらクーポンさん、メンタルが初見ですって、ザザザザって削られるので、
クーポンさん、初めて見てくださってありがとうございます。STU48 2期研究生の工藤理子です。1万人パチパチパチってとこ今読んでます。原田さやかです、よろしくお願いします。やったー、あ、フォローありがとうございます。皆さんも、湯船の読み方、もしよろしければ、こちらのハートをピンクにして、湯船だよ、湯船って読んだよね。これからも、私の配信、遊びに来てくださいね。って感じじゃないですか？え、私結構、さやかりんのモノマネには、本当って、あの、あれがあるんですよ。本当なんですよ。自信があります。リコチね、めっちゃ噛んでくるの。え、でも私的にはさやかりんのショールームは毎回チェックしてるので、さっきもね、あれがリコチ対策を皆さん考えてほしい。通知が来たんですけど。アキヒーさん、こんばんは、こんばんは。リコチの真似？え？リコチの真似してって。タコのモノマネしてました。リコチの真似？え、リコチ？リコチ？クソーさんは。私のタコのモノマネしてたの？クソーさんは。ディスって。よく吸ってますね。肩に噛みついてくるんですよ。もうさらにすごくさらにタコ顔ができなくなった。9000人。9000人。ありがとうございます。林さん、クマありがとうございます。終わるまでに1万人いくかな。いつも行かないんですよね。夢の中でも配信してくださいって。6日の男さん。それはタントンさん次第です。ハートありがとうございます。夢でぜひ私を呼んでください。さやかりんのショールームは見てないって。両目でメイクできるって器用って。えそうなんかね、そんな悲しいです。あんまりそんなできなかったんですけど、見てくださるとショールームでいっぱいしてたらできるようになりました。小声になりません？あ、ジョージさん、ちょっと最近ちょうどいい釣り師を超えてきちゃってるよねって。タミさん、ありがとうございます。え、本当なんでかな。タコ、ありがとうございます。そう、今日の朝のもまめとかかな。もうタコはもう腹の間で溺れたいって。もうそこは溺れちゃいましょう。20時15分口も、あ、17分、みたいな感じですよね。2分か。ボブカリンって。そう、ボブカリン、こんな感じかな。キーさん、こんばんは。こんばんは。あ、あともうちょっとで1万人いく。本当に僕に見えてるのは俺だけかって。え、じゃあそれなら成功ですよ。ありがとうございます。なんちゃってボブは。なんかさ、左右が違うのが気になります。私は角さん、バラバラありがとうございます。お、お、あ、あと7人で、難しい、7人で、1万人突破ですね。そうなんですよ。ルイさん、さやかりん、今日はとても可愛いって。1万人来ましたか？お、ありがとうございます。今日はありがとうございます。今日はじゃあ今日もっとありがとうございます。いただけるようになるまで。頑張ります。まるまるさん、タコ、さやかちゃんはメールの作り方がすごい上手いって。本当こんな感じ、ちょっとにらみつける感じ。タコ、なんか試行錯誤、ん、模索、疑心暗鬼、やめてくださいすごい、ちょっとおめでとうございます。おめでとう。けどどうするのがいいのかなって考えてるんですけど、ありがとうございます。ということで、リンゴあげるから夢出てきてって。それは行きたい。明日ということで、小平さん、じゃあ行きますね。早速壇上の方をお呼びしていきましょう。